平成24年度の田島上下水道協議会の研修会ということで、大勢の皆さんに集まっていただきまして誠にありがとうございます。当時実は水道っていうのは間接族による有機的な一体化っていうところでしか統合というものが認められていなかった時代ですので、この小規模の水道乱立といいますか、たくさんあるという形はやむを得ない。ところが時代が流れましてですね、平成の大合併、これが大きかったですね。で、そこでですね、基礎自治体そのものが再編統合されました。必然的に水道もですね、広域化一元化、こういったものを目指さざるを得ない。経営統合という新しい言葉が、管の接続なくと水道事業の経営という単位から一体化すれば一つの水道事業ですよ。この概念がそこで発生しました。もう言うまでもありませんが、これを調べて日本の水道施設の老朽化が進んでいます。人口の減少が進行しています。給水人口が減ると、それから一方水道局の職員が減少する。これをもう全国を調べてこのでも共通することなんですが、給水人口が減る、それ以上に職員の数が減るというような状況になります。で、小規模事業体の統合広域化というようなこと、または管理の一体化、施設の共同管理というようなことが、そういう意味から重要になってくるんだろう。この我が国の水道の大きな課題として広域化、公民連携、施設の共同管理、領域の適正化、こういうふうな課題があるわけですが、その中にこの遠隔監視システムというのが、導入されているというのが大きな手段として考えられるんじゃないかというのが結論であります。中町、上町や町長が、合併して、ね、誕生した町です。上水道の施設が今このウェブ監視やっている施設について19施設ございます。下水道は、やはりマンホールポンプとかそういったものが多いですので92施設、あります。これを、今のところ全て一元管理やっております。まあ、従来型の、装置でしたら、まあ、このように、まあ一応ガス装置が必要だということで、それも初期費用ですね、インフラとしてかかってきます。それから、運用コストとしましては、やはりそのテレメーターの専用回線の使用料ですね、それの費用も高くつくと、独自のサーバーですので、それの OS のバージョンアップ、あとソフトの機能追加費、需要管理、高管理などですね、今後やっぱりそういうのは高くつくというようなことで、小松電機さんの役務推進の検討に入った。コストパフォーマンスね、ちょっと考え、クラウドマネージで管理ができると、まあ、いつでもどこでもデータが把握できるというところで、利便性が非常に高いというような評価を出しました。通信費ですね、この時に、通信費を試算してみますと年間で約、500万円削減できたということで、2回からも結構評価が高かった事項です。2年前に起きた東日本大震災の際にですね、で私のところ の施設管理をしている職員が実は2名、そちら の岩手県の大船渡市に、向かいまして、ここで給水活動をしているときにですね、急速ロッカーやっとる施設があるんですけども、ちょっと大雨でダクトが出たという警報が入りまして、その時に現地に行っている職員がこの水深のシステムをですね、自分 そのスマートフォンで、確認をしながらですね、岩手県の大船渡市から、現地から電話で、指示を出して難を乗り切ったというふうなことが、実際にありまして、システムを導入したことによるメリットだなということで、その時には本当に、みんなすごく、ありがたいなと、実感いたしました。本日はこの事例を上水道施設の一元管理の事例と題してご紹介させていただきます。監視装置の
方針を検討しましたところ、一昨年前、本協議会で鳥取県の三朝城の方に、視察に行かさせていただきまして、その時にこの薬物推進について勉強させていただきました。中央監視方式から、薬物推進システムでの、ウェブ管理に監視方式に計画を見直しを行ったところであります。左のこの旧テレメーターと、テレメーターを撤去しまして、右にあります、この薬物推進のご設置をしたところ、これからの広域管理の移行も考え、いつでも、どこでも、誰でも、連携して、統合一元管理が可能なインターネット方式による安心安全安定安価な水道事業を目指していきたいというふうに考えております。水に関わる知恵、ノウハウが自動的に蓄積され、共有され、関係者が議論できる知のプラットフォーム、ビッグデータというものがですね、全て蓄えられていきますので、そのデータを使って、日本初、世界で使える水管理システムというのをですね、目標としてやっております。これ、新潟県柴田市を推進でやっていただいております。水道に関しても、海水道から随時置き換えていこうかなということで、進めておられます。そういったことでコスト削減、資源管理ということを進めようと思っておられるようです。今まではその市だけを見るっていう考え方だったんですが、離れた市の間でもですね、共有の情報を使うことによってコストの削減だとか設備の投資に対しても非常に安くできるんではなかろうかということでですね、下水道、水道以外にもですね、そういうものが全てクロスして使えるようなツールっていうものを考えていく、広域クロスオーバー管理を実現ということで、私どもとしては、歌わせていただいております。震災とかそういった大きなことが起こった場合においてもですね、東側のデータセンターがおかしくても西側で全て情報を蓄える、西側がおかしくても東側でっていうふうなことでですね、日本で言えばデータを管理するということ、現場と役場と、あとメーカーとかコンサルがですね、一緒の画面を見ながら現場のそういったトラブルだとか、いろんな課題をクリアしていくということが推進の特徴の一つとしてあります。293自治体、6500施設で、ほぼ全国でご利用いただいているような状況になります。リアルタイム監視機能を4月1日からサービスを開始いたします。リアルタイム更新ということで、10秒おきにですね、画面を常に更新していく。そういったら、普通のテレメーターの監視と同じようなことも実現。さらにそれをタブレット端末で実現します。実際にトレンドグラフ、計測値表示、フローシート、これ実際カメラを使っておられる方はカメラ監視というのをですね、タブレットでご利用いただけるようにします。クラウドサービスならではのメンテナンス性と対災害性の高いサービスを提供、進化し発展していく管理システムであるということをですね、ご理解いただいてですね、ぜひご検討していただければと思っております。ありがとうございました。